三十一節より三十八節までを読みます。よろしいですか?「新約聖書六十七ページ」どうぞ。「登場」。 それからイエスは人の子を子は必ず多くの苦しみを受け長老祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され3日の後に復活をすることになっていると弟子たちに教え始められたしかもそのことをはっきりとお話になったするとペテロはイエスを脇へお連れしていっさめ始めたイエスは振り返って弟子たちを見ながらペテロを叱って言われたサタン引き下がれ あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから勲章を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても。 自分の命を失ったら何の得があろうか自分の命を買い戻すのにどんな大価を支払えようか神に背いたこの罪深い時代に私と私の言葉を恥じる者は人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来る時にそのものを恥じるアメン。祈ります。主なる神様皆を讃えます 今日も主イエスと共に救われた愛する子供たちがあなたの子供としての正しい信仰生活そしてあなたの身心にふさわしくあなたと交わりができ本当によう生きる間にたったの一瞬も悔い入ろうとなくあなたと共に歩みあなたの身心が長寿されるところに 一人一人が尊き器として共に用いられ御心が天においてなされた孤独この地においても孤独孤独ごとくなされますように信仰において祈り求めながら主と共に肉体の最後の瞬間にまで歩むことができますようにあなたの精霊と真理の見言葉によって正しい道へと導いてください見言葉を聞く時に心が熱くなり 真理の言葉がわかりやすく、ことごとく。悟るだできますように。あなたの精霊の不思議な力を持って。一人一人を助けてください。すべてを主の精霊に委ねて。イエス系その尊き皆によって、お祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。ええー。当チェジの。 牧師としてイギリスで孤児を育てたことで有名な牧師の名前をご存知ですよご存知ですかそんなの知りませんかジョージ・ビューラという牧師個人的には大好きな牧師ですこの方の証子、ね、の証子に それがまた私が大好きな証し、そして大事にしている証しがありますが、この方は統一人としてアフリカ選挙への情熱を抱いて、アフリカ選挙のために世界共通語である英語を学ぶためにイギリスへ行きました。イギリスへ行って英語を学びながらアフリカ選挙への準備をしていました。彼がある日の夜、 いつものように祈っていたときに神の声がすなわち精霊の声が聞こえてきた私は孤児の父だからあなたは私について従って私に従って児人を作って孤児の面倒を見る仕事をしなさいと本人はジョージ・ミュラーはアフリカ 大陸のあの貧しい人々に福音を伝えて霊魂を救い出す神の仕事をするために心今の情熱を燃やして準備をしてるのにそれは止められてイギリスで孤児を育てなさいと言われたからんかっかりして彼は神様に。 なんでですかと祈りた祈りましたら行きたいと思うならば行きなさいと神の言うこと聞かないで行きたいと思えばアフリカ選挙へ行きなさいただそれは私神とは関係なくあなたの道を行くことだと言われた皆さん 神の仕事だと思えば、イエス・ミ皆を信じますと言って、神の仕事だと思えば何でもやればそれが神の仕事になる。これは一般的な考え方なんですが、絶対にそうじゃないということははっきりと示された証しでありますね、うん。昔も今も、イエス様の時も今も、 イエス様を見てイエスの説教を聞いてイエスを信じていた人々の時から今までもこういう分かりやすく言えば勘違いをしながら自分がイエスを信じてると思ってる自分が神の仕事をちゃんとしてると思ってるしかし本当は神から見ればそれは神様と関係がない全く神様と関係がない しかし本人は神様と関係があると、いや、自分は中一に一生懸命やっているというように、勘違いをしている人がたくさんいると。いうことなんですこれがクリスチャンにおいて、どれぐらい大事な話であるか、皆さん。今日はっきり悟られている。悟らねば、皆さんも下手したら、自分はイエス様を信じているつもりだっても、自分は神の仕事も一生懸命やっているつもりだっても、 神から見れば神様とは関係がないような自分勝手な道を歩んでいる結果になってしまうそういう恐れがたくさんあることを素直に認めて今日の見言葉に耳を信仰によって傾けられますようにイエスゲストの皆で祝福いたしますなぜかというと信仰は結果的に自分が救われ 結果的に永遠なる命を得て、結果的に神によって人生の勝負をつけさせてもらって、神によってその結果を出してもらってよ。神によって今も後も永遠に失敗せずに完璧な勝利を勝ち取って、幸せになるのは信仰の目的なのに、結果を見たら結果的に滅んでしまう。結果的に神から離されてしまう。 こういうことになることはあっちゃなりませんから、ね。いろいろもう聖書の言葉は全部大事なんですが、その中でも今日の言葉は何よりも大事なの。こういうことが分かって、信仰生活をしていて、神に守られ、満たされ、祝福され、癒され、慰められ、導かれ、天国までプチアンデに入れる人の数より、そうじゃない人の数が多いということだから。 今日の話がいかに大事であるかが分かるべきですよ。ぜひ今日はこういった神の心すべてがはっきりと分かって家に帰ろう。そして何をやっても勝手にやるって神様と共に神の心にふさわしくやって神から祝福という形での結果を達していただけるような確信に満ちた信仰を必ず今日から。 掴もうという心を持ってこの説教を聞きますようにイエスの皆で祝福いたしますなぜキリスト教のイエスの皆で看板を掲げた教会が途中で潰されるのかなぜイエスの皆によって生きている人々がいろんな意味で失敗したりして苦しんであえいでいるのか哲論から先に言うと今の言っているような この時間説教するような話が分かってないからだということを認めるべきですよ。じゃあ、今日の話がちゃんと認められて分かって、その通りに信仰生活すると、皆さんの未来はもう保証されてます。保証されてます。こへ行っても勝利ですよ。アメン必ず神の国に入れるね。 イエス様は再び来られるときに置き去りにされてカンナの中に入れられないで引き上げていただいては大地の復活に預かり永遠に苦しみを見ない神の統治に入ることができる信仰に立ちたいと思うならば今日の説教の言葉をは,はっきりと疑わずそれも悟って自分のものにすべきでありますよじゃあジョージ・ミュラー牧師が皆さん常識的に クリシャンとして常識的に考えると、誰も行きたくないと思わないあのアフリカ、大陸に、福音宣教に行くということは、よっぽどの信仰の持ち主ない限りは決心すらできない。そういう情熱的な、いや、誰よりも神様に喜ばれそうな話でありませんか行けと言っても、ほとんどの人が行きたがらないの。 できれば行きたくないと思うところ、今よりもその昔はさらにそうだったはずな。さらに。ですから、誰も行きたいと思わないところへ、それも復音選挙のために、行きたいと思って今、心を燃やしてる。これは祈らなくても、きっと神様に喜ばれるに違いないと、普通に思えちゃうような話でありますよ。しかし、こういう考え方が、こういう信仰の持ち方が、 どれぐらい危険であるか言い換えれば今日の聖書の言葉を聞くと借りるとそれはサタンに騙されてサタンの支配下に入る道であること結論的に悟りますようにイエスの皆で祝福でしますなぜ神様がおっしゃったん行きたいと思うならば行ってもいいただそれは神様とは関係がなくあなたがあなたの道自分の道を行くことだ 自分の道を歩むことなの。主の道を主に従って歩む道ではない。なぜ、ジョージ・ミュルラー牧師に向かわれた神の御心はアプリカ選挙なんかないのです、計画に。イギリスで、孤児を育てること。まずそれがジョージ・ミュルラーという神の人に向かわれた神様の御心、計画でした。それに従うのが神の人なの。ハレルヤー。認められますか こういう話がただ信じればあとは何をやってもいいというふうに思っている人々はこれが本当にどれぐらいショッキングな話だろうか分かんないショッキングな話だからこういう説教には耳を傾けないの耳を私が新学生あるいは伝道師牧師たちにもこういう話をよくするんですが喜んでああ,あっ,て言ってくれる人は あんまり見れないの。ほとんどが、ほとんどの人にはこういう話は嫌がられるの。嫌がられる。必要以上のことを言ってるというふうに思われるの。余計なお世話だ,世話だと思われる。ほとんどがそうなの。でも、時間が経ってみたら、私が言った通りになってきてるから、私はさらに言うの、こういう話。さらに熱く言うの、熱く。なんで結果が出るからね。結果が出てからはもう痛まないといけない。 苦し,むのは苦しまないといけないの、結果が出てからは。事前に備えていくのが知恵であるでしょう。んやられてから、あ,あ失敗したなと思って苦しんでから治してもいいかもしれませんが、それだけご本人たちが疲れるだけですよ、人生。ハレルヤ、うん。昨日も徹夜して祈りました疲れたでしょう、みんな。うん、寝ずに祈って礼拝に来て疲れたら困りますよ。しっかり寝て。 3時間ぐらい、4時間ぐらい、うん、4、5時間でもしっかりとぶっすり寝て、礼拝の時に疲れないように気をつけてくださいよ、うん。礼拝は神を拝む時間ですよ。神様と顔と顔と合わせる時間ですよ。その御声を聞いて、信じる者が従いますという心を持って、神の主権と神の語りを、神の心をつかむ時間ですよ。礼拝は皆さんの祈りより、 比べができない、比べができない。何倍大事なのか比べができない。なんで礼拝ができない人が祈って答えられることは、得ることは永遠にありません。そんな約束は。礼拝ができる人が、神を拝める人が、神の声を聞き従える人が、祈ると答えもありますよ。あめ<れ>ですか違法人の祈りとクリシャンの祈りの違いは何ですか違法人の違いは、聞いてくださる神様がない。 相手に向かって祈るのが違法人の祈りなの。聞いてくれる神がないと、それは違法人の祈りなんだけども、厩者の中でも礼拝ができない人は違法人の祈りになりやすいですよ。なぜ聞いてくださる神は拝まないで、自分の必要なことばかり続けて祈るから、違法人の祈り,と祈りと何が違いますか、何が。結果は一緒ですよ。みんな一緒に隣の顔見たら怖いから自分に向かって。 よく悟りなさい。神を拝むのが一番大事な音だ。神に喜ばれる信仰すら立っていれば、求めなくてもくださるの、子供になれば。子供にならないから求めても得られないの。サタンの子供に誰が答えるんですかサタンの子供として地獄行きを一足人々を、どうして神様は助けられると思いますか それこそ勘違いじゃありませんか。神子にすっかりなりきれば、求めなくてもくださいますよ。私は今、求めなくてもくださるところがたくさん増えてます。私は本当に、もう祈りのことはつつとして、いや、心でも求めない。それでも考えてもなくても、求めなくても、思ってもなくても、主が備えてくださるの。なんで、認められると、子供にしもべちゃんとなっていれば、あとはそんなのは求めないの。 ただ、求めるべきなのは、できてない部分ができるように、身心にふさわしく生きれるように、さらに求めることなの。皆さん、生きれば生きるほど、祈りが単純になりますよ。なぜ余計なことを求めても来ないから、答えが。身心にふさわしく求めれば、求めなくても、求めなかったものまで、満ちて溢れるとみんな一緒に押し入れ、ゆすれ入れ、 満ちて溢れるほど、びっしてくださる。求めなくてもよ。あ、またこれは何ですかこれまた何ですか賛美するのが忙しくうなるの、賛美するのかハレルヤー。アミン私は誰よりも異言の祈りをたくさん祈る人ですよ。なぜ自分の心で思いで言葉であんまり祈る必要ないのなんで そんな時間があれば、威厳でたくさん、主の御心だけが私を支配するように、主の御言葉と御心だけが私を支配し、統治し、私はその統治下に入って、完璧な祝福の中に入れてもらうために、聖霊様にすべてを任して祈る、主の聖霊によって祈らされる、私の霊の祈り。威厳の祈りに、私は、重点を置いて祈るのる。絶えず威厳で祈る。絶えず主の御心が私に、 そして私に任された人間ともに実現しますようにと思って、耐えずに。人パウルが、新約時代に誰よりも冷静が深くて、神様のことがよく分かっていた人パウルは、コリント1の15章の31節で、こういうふうに彼が誇っているのがあります。何を誇っていたのか。シューイエス・キリストに結ばれて、私が持っている、 あなた方のに対する誇りにかけて私は言いたいのがあるんだ。それは私が毎日死んでるんだ。自分が毎日死んでることを誇りにかけての誇り。あなた方に対して私が誇れるものは、いや、私は主の下部になって、あるいは九ちになって、神の子供になって、こういう誇りがあるよと。 あなたたちに私が自慢したいのがあれば、それは私が日々日々自分の肉体を十字架につけて、生まれ変わらせて、今までの生き方を今までの肉によって、この世で生きてきたのを全部滅ぼしていって、死んでいく、死んでいく。死んでいくのが自分が、自分の思いが考えが計画が、死んでいくのが誇りだ、誇り。皆様は何が誇りですか 自分の主張を通すのは誇りですか強く大きな上でこうした方がいいよと、絶対。隣で洗い物してたらこうした方がいいよと。絶対自分の言う通りにしさせたいでしょその人でもちゃんとやってるのにそれよりこれがいいよとか自分のことを言いたい人はここにはいないけども外にはいっぱいいるの。何でも自分が考えたことを人にも通したいと思う人。自分が大きい人、自分が偉い人、いっぱいいるの。 しかし、新約時代に一番精霊に満たされて、霊性深い人だったパウロは、自分が毎日死ぬことを誇りだと思っていたの。そのパウロがまだ誇ったのは何ですか人よりもたくさん威厳で祈れる自分のことをまた誇っていたの。自分の思いで考えて、計画によって欲望によって、肉の思いで祈らないで、 もう完全に主に任して主の整理によって祈らせていただく威厳の祈りが一人もたくさんで,できる自分のことを彼はまだ誇っていたんですよそういう意味でパウロとは話ができる大好きなのはあよく分かってんだ大三の天にまで神の楽園にまで行ってきたからこの世には未練がもうないのこの世には未練がないだから 自分の肉の思いでは祈らない。威言でばっかり祈っていても、ちてあふれると主が備えておはる。もう分かって信じきているから。パウロが、な、どうしてそんなことを言えたのか、もうしみじみ分かりますよ。しみじみ。ですから、私の祈りの言葉は単純ですよ。皆さんが祈っているのを見たら、すごいね。牧師よりも文章書いてるの。もう聖書一冊書いてる人いっぱいいるの。すごい祈りの言葉が。 立派ですね。僕は単純なの。身心であれば成就しますように。繰り返して、繰り返して祈るね。ピジレイク使わないの。なんで、疲れるだけだから。主がそんなのはいちいち聞いてくださいませんよ。身心にふさわしい祈りがあれば、身心にふさわしい祈りがあれば、聞いており、結果を出しておるんですよ、うん。子供は完全に親に身を任す。 だからいろんな言葉で喋らなくても、お母様、お父様、今日、お,やお,や今今朝もおはようございます。ご機嫌はいかがでございますでしょうか。私、あなたに対する尊敬心を今も抱いておりますが、十日私を帰り見てください。十日私の私におっぱいください。こういう,うに祈らないの、わーっと泣くだけで。泣いてればお母さんがおっぱい飲ますの。おむつ替えってくれるの。 みんな一緒に祈りは言葉の数ではないんだ。アーメンですか何か悟りますかじゃあ礼拝の的ない人は礼拝の的ない人は祈りの答えを受けようと思ったなりまいただ疲れるからよ礼拝の時には皆さん 牧師の前ではもうとでもいい。牧師を通して今皆さんに語りかけている神の聖霊様イエス・キルト。イエス・キルトが自分の今心をどう見ておられるか。反抗ででてたるか、肉の思いで満たされているか、あるいは自分勝手に生きているか、あるいは神に従うたをだめに罪を悔いためて、神の前に立っているかどうかを見ておられるイエスを意識して礼拝をちゃんと捧げてくださいよ。 そのイエスを神として、王として、おみながら礼拝してくださいよ。アメン2000年前のことを考えてみてください。ペテロの顔を見たら、ペテロのパーマなんて,て見たら、パーマーかけたペテロの髪を見たら、それが神の言葉に聞こえるんですかペテロの口から出るのか、ペテロの体から魚臭い匂いがプンプンしてるのに、それが神の言葉に聞こえるのかという。 ペテロそのものを見るとその口から出る言葉が神の言葉に聞こえませんよ。話は分かりましたか小さい時から彼らへの海辺で魚取りをやっていたペテロが身なりから見ると見かけから見ると神のように神の下目に見えるかない見えない。見えない 多分、靴下も履いてなかったかもしれない。靴下も。うん桁のような靴を履いていたのももう、もう精いっぱいだったと思う。靴下なんかもなかったはずなの。そういうペテロが、口を開いて語っているときに、ペテロのことを意識したならば何にもできないと。ペテロの口から出ている言葉を意識して、その言葉に集中したから。神の奇跡が。 初代のエルサルム教会に伴ったということを認められますか神を意識、今も神を主として王様として生きて神を拝む時間が礼拝の時間ですよ。週一遍でも正しく神を拝んでくださいよ。形にはまらないで。じゃあ、話がね 興奮しちゃって、ちょっとそれましたけども、戻ります。戻ります。じゃあ、私たちが信仰せっかちをて一番大事なのは、神の御心に従って、神のことを優先して、神に認めてだって、神様と関わりを持てるか持てないか、これが一番大事なアメン 神様に認められて神様との関わりをちゃんと持ってって、それで結果を神様が対してくださる信仰生活をやる人は、ここわずか聞かないと。昔も今も、聖書は、そして聖霊様は、継続的に語っています。信仰、予想て経験な信仰生活は予想ていながら、本当は自分勝手に自分の道を歩む人がいっぱいもい,っぱい,います。 そういう人には、信仰生活に喜びがない。喜びが満たされないの。なんで、聖霊様が働くのは難しいから。裸であっても満たされて、ミ箱をあさりながらも、喜びに感謝に満たされて、いる人がいれば、おいしいステーキ食べながらも、 いつも疲れている心が、空車の中に、それはなぜなんでしょう。いつも満たされない。なぜなんでしょう。神様との関わりがまだできてない。できてない。じゃあ、分かりやすく言えば、今日のジョージ・ミューラー牧師が、アフリカ戦争への情熱を燃やしたのに、神の心を聞かないで。 自分勝手に計画を立てて行くならば行くのは個自由だよ。ただ神が一度止めるんだけどそれでも行きたいと思うならば行きなさいと。ただそれは自分の道を行くことだ。神様とは関係がないということなの。皆さん昔ある伝道師に進学生にいましたよ。ちゃんと自分の計画を立て進学率直して伝道師の試験を受けて伝道師になってちゃんと。 自分のスケジュールを私の目の前で言ったときに私は言いました、君。君は今の、君の心と頭の中にあるその計画、考えを捨てて、主の御子の下側信仰を作らない限りは、君はいつまでもしもべとして用いられるとはありませんよと言ったら、はあまあ、よく言うよね、そんなの言わなきゃいいのに。 そう牧師・神牧師はそんなことを言ったからどうなったでしょう憎まれたはずですね憎まれた。なんでこの牧師は私のことを、うん、いいことを言ってくれないのかと。しかし今もそれから今も10年近く経ってますが今も天道師になってないの今も進学を卒業しても。うん、なぜなんでしょうその時は牧師・神牧師は言うことを あざ笑ったのはずね。だから言うこと聞かな。笑ったから言うこと聞かなかったですよ。今10年間、10年を費やして、今になっても伝道師になれないの。今から悟っても遅いし、今からでも悟らないとさらにダめだし、今からでも悟ればいいんだけどね。10年損してからでも悟ればいいんだけども、今まで悟らないとどうするの ただ一人の霊に過ぎないのはいっぱいいますよ。こういうふうに私は言った人、いっぱいいますよ。うん、わて、この目には見えるのに、皆さんの目には見えないのかと。自分でいっぱい満たされているから、自分の思い考えがいっぱい自分の中に満たされているから、それを数時間につけて、イエス様に従おうとしないから、見えない、聞こえないの。うん、隣の人には見えるのに、聞こえるのに、 自分には見えないのは自分の中がいっぱい自分のものでいっぱいだから見えない聞こえない皆さんどれが祝福ですか何が祝福であり何が祝福の言葉であり何が皆さんを愛する言葉でありですか滅んでいく失敗していくのを見ながらたまっているのが愛ですか頑張れというのが笑顔でニコニコ笑えばそれが愛ですかそれはダメですよ こうした方がいいですよ結果的に滅びないで勝利するように間違ったところを指摘するのがいいですかそれぐらいは皆さんと私は悟らないと決して人間としてあるいは神の人として両方とも勝利ができないんですよ。主の精霊が世に来られた目的はまとめて言うと世のクリスチャンを助けるためですよ。 詳しく言うと、クリシャンたちが神の見,見心が何であるか分かってないの。その分かってないクリシャンたちの間違った態度や信仰の持ち方を明らかに指摘して教えるために、間違っているところを教えて、それ以上滅び,ると滅びないで、必ず神様に裁きの対象にならないで、神の見心をふさわしく生きて、保証された。 信仰性をがっていけるように、そうを助けるた,ために来てくだったんですよ。認められれば、アーメンとはしょ、せ様に。こういう話は聞くときには、利害かもしれませんが、聞いて信じてその通りにすれば、皆さんの未来を神の祝国の中に確実に導き入れてくれる。良 良い薬となることをはっきり信じますようにイエス・キル・トルミナで祝福いたしますチョージ・ミラー牧師はアフリカ選挙への情熱を涙流しながら諦めたの国を離れてアフリカ大陸に行くこういう情熱を燃やした時にはもう相当心が熱かったはずなの よっぽどの人にはできないことを決心したい。それを準備していた時だから、よっぽど。しかし、それを諦めるにはもう涙なしには諦められなかった。自分の意志がくじかれたから。しかし、涙しながら彼は諦めた。そして、孤児を育てて、一緒の間、16万人の孤児を面倒見たという記録があります。彼が70歳になった時に主は 世界選挙への道を開きて世界42カ国を歩きながら200万人に福音を伝えるボーナスを主が下った70歳から87までほとんどの人はもう引退してもいいような年に世界選挙の道を開いて42カ国に200万人の人々を転堂する。 こういうボーナスを主がジョージ・ミルラー牧師に与えてくださったと明かされていますよ。皆さん、自分の意思を諦めて、神の意思に従ったら、神様はボーナスまでがボーナスまで。もし彼が自分の計画通りにアフリ,リカ選挙へ行ったとすれば、結果はどうなったでしょう 神様の道なくて自分の道を自分勝手にアプリカへ行ったとしましたら、神が助けるとも守るともできない、一人でアプリカに行って選挙していたならば、コブラに噛まれて死んだかもしれないし、疫病にかかって死んだかもしれませんし、神の精霊の助けなしに自分一人で復音選挙したとしましても、美を結ぶ結果にはなりはしなかったということを認められますか 一生懸命やればいいという意味ではなくて、一生懸命やれば全部神の仕事ではなくて、神の御心に従って何をやってもやらないといけないことをはっきり悟る必要がありますよ。あミん。今日、ペテロが言いましたよ。こういう話は、クリスチャンならば知るべき話だけども、ほとんどのクリスチャンはこれを認めないの。 그것이 소리가 뭔데나? 닭가락 클창다치는 아까니 시바샤가 닭산 대대 그러노. 교페테로가 예수님 아니 사탄이요, 나시 뒤로에 흡착하래 또 이어졌다. 이유가 뭡니까? 예수님아가 중지간 죽게 때, 장로 사이시도, 리포가 셔다치나, 다치나도니 슬태라떼, 배식사래떼, 중지간 죽게니 사래떼, 신대구 손나 悲惨なことが悲しい音が苦しい音が、イエス様の身に起きてはなりませんと、イエスを諌めてイエス様に。みんな溜まってる中で、ペテロだけがイエスを諌めて言ったのに。溜まってる人間どもじゃなくて、イエス様にそんな不幸なことが苦しいことがあってはなりませんと言ったら。そう言ったのに、そのペテロに向かってイエス様が、サタンの私から引き下がれと。 ペテロが、イエス様に叱責を受けれる。これ皆さん理解しないと。これ悟らないでクリシャンになるのは無理ですよ。名前ばかり、イエス様と関係がないクリシャンには、それで天国と関係ないクリシャンにはなるかもしれませんが、こんなのも知らないで本物のクリシャンになるのは無理です、無理ですよ。これがいかにクリシャンたちにおいて大事な話だろうか。今日はっきり悟って。 自分の運命を浅はかな知恵知識に任して、サタンの支配下に、サタンの縛られたままに生きて、いながらもクリスチャンだと名乗るような愚かさを今捨てますように。イエスの皆で祝福いたします。はいこれでもう居眠りしてるのにどうするのこれでも目が開かないこれでもハレルヤじゃあ、よく聞いてよ。 こういう話が一番おいしい話ですよ <laughs> アメンと言いた,いない言いたくない、ね、じゃあペテロが霊的じゃないクリスチャン肉的なクリスチャンたちが見るとペテロのような人が一番のクリスチャンに見える、うん、人生に溢れる理性的で常識的で人を愛する世界平和のために働くこういう人が指導者になってほしいと皆に好評を受けれる人 これが今日のペテロのような人なんですよ。こういうペテロのような人をそういう思いで説教すると、葉っぱは資源の葉っぱは、数はたくさん集まるんですよ。しかし、イエス様とは関係がないことを今、悟りましょう。なぜいけないのか。なぜサタンと言われたのか、ペテロが。イエス様のことを思って、イエス様のためを思って、みんなたまっている中でペテロだけがイエス様のことを思って、 そんな不幸なことが、エス様に起きたならないと言ったのに、なぜサタンと言われたのか、皆さん、もう以前の説教を聞いて分かっていると分かっているはずですが、深く,深く考えて誘ってください。十字架につけられて、イエス様が殴られて、つばをかけられて、蹴られて、鞭を打たれて、不足を受けて、イエス様が、 死の一滴もおしまじ流して、脇腹の槍まで捧げて、水の一滴まで流しておった。こんな苦しみ、苦しみの限りを尽くすイエスキとの通じかの死は不幸な道ではなくて、これはイエス様が救い主となる道ですよ。悪魔に殺されて、この道を。 殺されていく道を滅んでいく道を滅イエス様が自ら死の中に入り、自ら復活の命に預かる、神の心を操縦していく。イエス様がパンのの音して、全人類の救い主となる道なんですよ。栄光たる道ですよ。細なと、糸高きところに、世を作った人を作った神に栄光があると、神を称えるべき道でありますよ。 こういう神の心と計画は分からないから、ただ、イエス様が苦しんで死ぬのがかわいそうだと思ったから、陸の思い出そうイエス様を止めようとしたから、それがサタン的であったということを、はっきりと悟りますように、主イエスのんなで祝福こします。ここまで悟ると、皆さんは生まれ変わって、神の子供になることができますよ。 サタンの子だったのが神の子供になるためにはこういう霊的な水準を悟らないといけない。それで皆さんがこれを守って目指さないといけない。ペテロの今日送られたペテロのような肉の思いで信仰生活すると死ぬまでサタンの支配下を逃れ出ることができないことを今はっきり悟りますように。終えするみんで祝福いたします。アーメンできますか これを悟ってみればあんまりにも当たり前なことなの。白黒がはっきりとしている。命と滅びがはっきりとしているんだけど、これを悟らないうちにこういう説教を聞いたら嫌になっちゃうの。今日も牧師シ熱くなったね。今日も牧師だけが幸運したかのように思われるの。こういうのがわかんない人には。これが皆さんの運命がかかっている。命がかかっている。クリスチャンになるかクリスチャンになれないかの話なのに。天国に入れるか入れないかにかかる。そういう傷になるのに。 天に入れるクリスチャンと入れないクリスチャンがいることをこれで分かりますか神の保護に入る命を受けれるクリスチャンとそれに、それができないクリスチャンが別に分けられることを悟れますか皆さん悟れ、悟れないといいのってことだよ、悟るまで。その通りだから。アメン。神の心は人間の理性。 常識、知識、経験、理の思いなどでは理解ができないの。だから信じるしかない、信じるしか。信じるしかないのだから理解ができないからよ。ペテロがサッタに引き下がるとイエス様に怒られるときに、いや、ペテロのようなイエス様のことをためを思って発言した弟子がサッタに引き下がるとイエス様に怒られるんだったら、果たして何が問題なのか、何が問題なのか、みんな分かってないの、みんな。 皆さんは信仰生活したいと思うならば、こういう神の心を悟るために、クの思いを捨てないといけない。あみんこういう神の心を悟って、総理するために、精霊に支配される信仰生活を求めないといけない。昨日、うちのユーソン・ウン氏たちが、1時ごろか電話がって、電話が、地形以外、 隣の地形医大え <coughs> から電話をかけてきた話を聞いてみたらおととい夜寝て朝昨日,昨日の朝寝て起きたらもう脳でが腫れて炎症が起こってもう声も出ないしもうすっごい痛みを耐えられない痛みに迫られてもうどうしようもなくてんでこうなのか病院に行ったの。 病院に行ったらうちの病院ではこれはもう間に合いませんから消防箋書いてあげますから大きな病院に行ってみなさいと言われて地形医大病院に行ったわけだよだからね町の病院でできないすごい大きな深刻な病気,病気だから大きな病院に行きなさいと言われたからねこれ驚くのも当然ですよとにかく それで行ったら、地球医大の病院があ、お医者さんが入院しなさい、入院。で、なんでってっわけは、わけを聞いたら、も喉の一番細いところが炎症が起こって、これがもう少し進んだら5分、古墳、古墳もたったのうちに息絶えて死ぬ恐れがあって、実際にそういう人が懸念があると。だから今すぐ入院しないと、たったの古墳のうちに死ぬ恐れがあると。 こう言われたそうですよ。おう、oh, 怖いよ。ですから、家に帰さない、入院しなさいと。そのまま家に帰したら、お医者の責任になるて、お医者の医療ミスに。だから、お医者は絶対返さない、入院しなさいと。彼がそう言ってるお医者に、命がけで <laughs>、命がけで、 やらねばならない仕事があるから帰らないといけないとお医者に言ったら何このお医者が笑った味だね命が今古墳のうちに亡くなるかもしれない人間が命をかけてやらねばならない仕事があるって素晴らしいですか、うん。あメンですねだから返してくれないお医者がだからどうすればいいですかボクシー帰りたいんだけどもお医者が返してくれないから どうすればいいじゃなくて、保証人も、保証人、身内もなくて、1人で行ったもんだから、返してお医者の責任になるからと言って、絶対にダメだと。たったの5分,5分で死んだらどうするのか。で、誰か、この一部始導この話を全部聞いて、保証人のようになれるような人がいれば、電話でもいいから、ちょっと変わってくの で私が彼に言ったじゃあ君はお医者に何と言ったのって言ったら命かけてもやらねばならない仕事があるから責任問わせませんから何があっても返してと帰ると言ったのに返してくれないから牧師が何か言ってくださいた分かったお医者に電話かかって代わってもらったお医者がまだいちいち説明するのよ私に私は笑ってるのにお医者が何と言ったのか皆さんちょこっと紹介しますよ これね古墳以内に死ぬかもしれない病気だしいざそ,そうなったらどこでもこれを開けれるところはないって自分しかないってそれはできるお医者がすごい偉いねでここの中で偉いねこの人とそう言わなかったのを思うだけそしたらこの人どんどん言うんですよだからねお医者としてもう死んでもいいというほったらかぞできませんから古墳間 病院に運ぶのも無理だし、5分以内に。5分の間に病院に運んでも5分以内に集中するのは無理だし、これはもう、このまま返したら、もう、大変危ないと言われる瞬間に、私は何を感じたのか。いや、こういう話を聞いたら、よっぽど進行がない人は、全部もう入院するよ、牧師に電話して、牧師こうなったから仕方ないよ、来週会いましょうと、大体ね。 でそれも電話で言いたく言いづらい人は、もう電話しないで入院しちゃって、後から報告する、終わってから。こういう人がたくさん出てくるだろうが、うちにはいないけどね。そう思ったんでなぜそういう話を聞くときに、すごい気持ちが悪くなるの。古墳のうちに死ぬかもしれないと。いざそうなったら、これを開けれる人は自分しかないと。町の病院でもダメだったから、大きな病院に回したから。 このように医学的に科学的に考えたらすごい深刻な話なんですよ確かに私は言いましたよああしかし信仰のことは霊的なことでうちの教会はもうあなたのようなお医者がもう諦めた死ぬと言われた人も何度も何人も何度も癒されたことがあるし信仰によって選択するもんだから彼が 何を選んでもそれは尊重されるべきですよと私は言いましたよもちろん信仰がない人はうちにも風邪がひい,いてもちょっとした風邪がひい,いてもすぐ病院に駆けつける人もいますよでも病院が諦めた人でも信仰によって祈って治されずもいっぱいいますよとって彼が選ぶ彼が入院すると言えばそれを尊重したいし 彼が家に帰りたいと言えばそれも尊重されるべきですよ。これは誰も強制できませんからと言ったら「はい分かりました。偉そうに電話を切ったんですよ。それから彼が帰ってきたでしょうか入院してるでしょうか。ん帰ってきたのう帰ってきましたよ。いい進行だね。帰ってきて部屋に行って牧師の部屋に部屋に行ってもう床にひたついて祈ってください。分かった。 もう帰ってきたんでね。<laughs> 安心してあこれよ、出て行けと祈って、本人も祈って。そして、昨日、ちょっとここ覗いてみたんだ俺が。見た向こうで人と話をしてるの。声を聞いたら何ともない声だよ。今朝また聞いたんですよ。どうなのって言ったら、いやご飯食べまして何ともないんですよ。これね 昨日お医者の話する聞くときな鳥肌立ったのなんでこれが進んで5分以内に死ぬかもしれないからそれを俺は責任取るから返せと言えるの、ね、言える言えないの俺は絶対言えないのイエス様の皆じゃないと言えないの言えない私にはそういうのを癒す力がないのイエス様にだけはそれがありますけどねイエス様は死んだ人も生かす力がありますが 私には家庭を癒す力もありませんよ今どこにいるの死んだの見えないのよし。死んでる <laughs> え？あ,あ子供先生やってるの教師 <laughs> 教師やってるよ。幽霊じゃない幽霊じゃない。河村重幸さんが成田に席でも死ぬと家族早く最後の挨拶しなさいと。 心臓,が心臓の血管が腐ったからその時ヨシエが私に私この人このまま絶対に行かせませんとお医者はもう死ぬから挨拶最後のしなさいと言った時に奥さんはこのまま絶対行かせませんと牧師祈ってくだされば治りますよ祈る時に光が入って治されたの今幽霊が座ってる中ではなくて本人が座ってますよお医者が責任取らない病気を神は一発で癒すの 進行を見せれば、もし退院しないで、昨日、あ、入院、家に帰らないで、昨日、その地形一家、地形医大病院に入院しちゃったなら、昨日のうちもう死んだかもしれないよ。お医者、お医者が家に帰った後、これがえ進んでね、炎症が。お医者呼び戻す間に死んじゃったかも、生きできなくて。結果はどうなります、結果は。 皆さんは思う、皆さんは、あの人たちは思うでしょ留院してもお医者が癒してくださるじゃんたったならば、なんで大きな病院はみんな、地下2階、3階行くと、霊安室が設けられていますかお医者がみんな癒してくれるんだったら、なんで大きな病院であればど霊安室があるんですか間違って、エレベーター開いたところ、霊安室が書いてあって、びっくりして、俺。 踊りたくるの、うん、自治体病院にいた時にお見舞いにね間違って落ちたのかち下かさんこの扉が開くんですよ恋愛室なのひどなのに怖いかった <laughs> 瞬間はね瞬間は怖いだ気持ち悪いでしょ肉,肉では肉ではああ熱い冷たい感じるじゃなく 瞬間は気持ち悪いよ。でもイエスの皆があるから、あくれどもよ、去っていけ。祈れば平和になるの、祈れば。なんでボクがそんなの怖いのかって今、疑ったいろいろでしょ。熱いのを飲めば熱いし、冷たいのを飲めば冷たいの。そういうのを見たら瞬間気持ち悪く、とりあえず立つの瞬間う。しかしイエスの皆ですぐ祈るんだよ。あくれどもよ、近づくな。 そうすると精霊様が心配するな。あめん。いつも判断をお最初は奥さんによって生かされた人が今度は高速走っていったら心臓細が来まして目の前がモールと意識モールとして目の前視野が見えないのにあのペンチ600すごいでっかい車を運転していたのあの千葉の千葉県で。 教会に向かうときに、本人が、川村さんが思ったの。このまま病院行ったらきっと死ぬ。なんで自分は諦めた病院だから死ぬと家族呼んで挨拶しないといった病院にこのまま同じ病気で行っても自分はまだ死ぬから、もう分かってるの。しかし、なんとか教会行けば治ると。彼は極端な、極端的なときにもっと近い成田立石に行かないで。 30キロ離れてる教会に向かって走ってた。どうやって来たのか分かんないって、目の前が見えなかった視野が朦朧としていて。教会の下に来て電話して、俺来てるよって奥さんに電話して、意識を。うん、彼を教会に上げたときにはもう、冷凍庫から出したたいと一緒、真っ青顔が。それに冷凍庫に2日ぐらい入れておけばこう、つっつ,ついうか。 水たまりがあるでしょもう水びし汗びっしょり。冷や汗。もう手を置いたらもう冷凍庫みたい。冷凍庫から出した痛いと一緒だよ、冷たいのは。イ E4 寸7ジ覚えてるでしょイーボク寸7ジー祈る時に一緒にいたでしょ泣きながら。その時もああ、そうでした。イエスの皆で祈ったら、ちょっと少し後で。 水いっぱい飲んで自分で歩いてトイレ行くの見たらね幽霊じゃなくて今も座ってるよ生まれ変わって神によって生きる人と肉の思いでいちいち考えて生きる人がいるんですよ教会の中にもこの中にはそういう肉の思いで生きる人生まれ変わらずに肉の思いで生きる人自分の計画で生きる人が一人もいないように イエスの皆でたします私がね、ボクになる前に大学の教授の道を目指していたの。その理由が、これ、一番大きな理由が何かというと、僕が大学の3年の時から日本語を教えていたの、アルバイトで。学校でも日本語勉強会をやって、学校でも1年生から4年生までを3年生の私が教えていたの、日本語。そ,それを経験にして、 外に出ていて会社にて日本語を企業で教えてたとアルバイトでその時から大学院の時まで会社の社員たちがん平野社員は係長係は課長課長は部長部長は社長社長は会長の前で何人か言われたらはいはい分かりましたはいかしこまりましたこういう姿をして一日一生懸命働いて1ヶ月働いてわずかな給料もらって 奥さんに全部奪われて、こういう生活する人見て、人間の人生、すっごい浅さましいな、もう味もすっきもない、俺はやらない、こんなの。まず人に言われて、指示されて、自分が無視される、自分、自我がもうくじからが一番嫌だったから、考えたら大学の教授しかないんだよ。大学の教授になれば、自分勝手に教えて、研究して、自分の道を歩めると思って、その道を選んだよ、本当に。 選んだ、ね、人に言われるのが一番嫌いだったの。自分が思った通りに生きるのが好きだったから、大学の教授の研究者の道を選んだんですよ。しかし、イエスを信じて一年経って、主のしもべの道を歩もうと出発して祈り出したら、自分勝手に生きるのはサタンの道だ。神の御者の左へ分類されるヤギの道、ヤギ。 えー、教会の中で神に言われる通りに従う羊の、救われた羊が行く道と神の右の座。神に言われても反抗して自分勝手に生きる救いに至らないヤギが行く左の道があるということマタイの中山藩三をはじめとして、あるいはまたの二十五章などで、えー、イエス様が教えてますね。自分で計画をして 最初あることをしようとしたときに、主がこれを見せてもらったの。イエスを信じなのも、自分の考えによって生きるのは、ヤギの道、左へ分離されて、サタンと共に呪われる道であることを、初めて、一つか二つぐらい見せてもらったの。祈る前にはそんなの知りませんでした、私も。だから、クシャンだから、しもべになると言われたから、ちゃんと、じゃあ、 こういうふうにやればいいと思って計画を出したのが全部それがサタンにそのまま下ごみでしたよ。こういうのを見せられてすっごい、すっごい大きく悟ったの。もし初めからそういうのを神様に教えてもらったから初めからもうはっきりとこ,ういうこれがどれぐらい大事だろうかが分かりましたああ、そうか。クリスャンたちが失敗する理由がここにあるんだ。 何をやっても私たちは神の計画がありますから、神の御心がありますから、それを聞いてみて従うのが、クリスチャンの道、神と共に生きる道であること、神様に保証してもらう道、守って、助けて、祝福して命の国まで与えてもらう道であり、形はクリスチャンだけども、計画は自分で立てて生きることは、道は 自分勝手に生きる自分の道であり、神様が責任を取らない道であり、サタンが喜ぶ道であり、サタンが神に告白して、この人の信仰はこうだから私が扱いますと言ったら、養父のように神様が引き渡すしかない道であろうと、はっきりも初めから悟りまして、今までその通りにやってきてみたらもう間違いありませんよ。間違いがない。うちのサムニンがね、もう俺が絶対に勝ってない強い女だけど、 んすごいの俺は何か言えば絶対負けないの俺にもう1 0 0うん百戦,戦戦うと 100, 100敗するのは俺で彼女はもう一敗もしないの一度も負けないの俺にそれくらい根性のある人間だけども彼女もあの彼女も神の見心だと言えばすぐ降参しますよすぐはい分かったです すすごい秘密がありますよみんな一緒に鬼のような奥さんを操りたいと思うならば見心に従えこれが真理なの真理アーメンできますん鬼のような奥さんを操りたいと思えば神の心に従えばもう間違いないんですよ昨日も横浜のある姉妹から電話があって神様 牧師と相談しながらこういう,うに神様に祈り時間を増やしてもう神優先の信仰になって神の見送り掴む信仰になったら彼氏がふん,ふんやふんやになってきて彼氏が今度はもう自分の機嫌を伺ってくれる自分に合わせてくれるようになったと自分が彼氏の機嫌を伺って神の見送り優先じゃなかった時には彼氏が高飛車になって偉そうに言っていたんだけども近づけないような人間にでも彼女が 神優先、神をイエスをもっと愛する彼よりも、こういう信仰に生まれ変わって、そう祈り始めて、祈りがたまったら、今度は、彼はもういてもとでもいい、こういうふうに思うようになったら、彼の態度がまるっきり変わってきたと。昨日ももう電話してきて、感謝します、牧師。ハレルヤ、どうですか、皆さん。 勝利したいと思いますか。絶対に。で七年間なに入られて、イエス様がいらっしゃる時に引き上げてもらって。第一の復活に、ありたかい、あじかれたいと、その後神の国まで無事安全にいきたいと。いうふうに思いたい。人がいるならば。今日の説教を忘れないでください。アーメン。神の人として。実際に生きることは何ですかというと。 今日の設計のように、極端的な時に、神優先、神優先、神の言葉、神の心優先、神を優先して選んで従って、結果を神によって出してもらう,とう。お金、名誉、権力、医学、科学、この世的なもの、堅実的、すごい心を奪うの。 心奮古,古墳も立たなうちに行き詰まってこの人死んだらどうするんですかと昨日お医者に言われたらもう心がひゃっとしてすごい気持ち悪かったよサタンの声だからそれがすごい気持ち悪かったのその時牧師が心弱っちゃってまあ入院した方がいいよく君俺責任取れないからとんお医者も神様が使うからとかよく言うよねお医者も神が使うから薬も神が使うから そう言ってお医者の言う通りにしたならば今日、今お組織に行かないといけないかもしれない。<laughs> 彼が昨日帰ってきた俺に一言報告しました先生、私はこんなことで死ぬことないでしょう使命があるのに <laughs> おかげで昨日、お医者に池江地帯のお医者に「イエス」は。 病院あなた方のような病院が諦めた人もイエスが癒した人がうちには何人もいますよ。昨日イエスを悪化すことができたんですよ。ハレルヤ皆さん、絶対にえ信仰は皆さんが皆さんが信仰の持ち方をどうするかによって皆さんのこれからの運命が変わりますからね。忘れませんようにイエスの皆で祝福いたします。 今まで皆をイエスを信じながら、真実を言いながらも、自分勝手に自分でちゃんと考えて、人間的に正しく頑張ってきたのは、全部サタンの支配下にまだ縛られていついることだろうと、はっきり認めて信じて、悔い改めて、神に心から立ち返る祈りを今できますように、主イエスの皆で祝福いたします。祈ってください。